ご視聴ありがとうございます。アグレード犬カブトムシポーズです。はい、今日はねこちら掘り出していきます。はい、でやっていきました。ちょっと近いかな。シュッと、はい、これは一応26クワガタですね。レッド系だと思うんですけど、わあ、うわ美しい。ああいいですね。めっちゃ赤い。綺麗。すごい綺麗ですね。レッド系。がっつりレッド系ですね。あ、ちなみにあの前回のインセクトディスカバリーで、あの3頭の景品、あの特殊カラー、特殊色って書いてある幼虫なんですけど、それの中にもこの子の子供、子孫がいますね。子孫というか、なんか親か、類代して幼虫取れてる親がいますね。はい、なのでかなり綺麗ですね。でなんかね、いろんなのが多分出てくると思うんですよ。グリーンとかね、ブラック系のレッドとか、あとねちょっと珍しいんですけど、ちょっとこの子、ちょっと待ってくださいね。ペアリング、ペアリング途中だけど、ちょっとこの子、これね、あのめっちゃなんかこう、ほらグラデーションかかってるんですよ。めっちゃ綺麗なんですよね。ちょっと羽パカなっちゃって、あの種植えとして使ってるんですけど、こういったね、なんかちょっと珍しいっていうか、綺麗な虹色も浮かしたりしますね。でめっちゃ光ってる頭が、こんな感じで光沢が違いますもんね。この光り方が半端ねえっす。めっちゃ輝いてる。はい、でまたサイズもねでかいですね。虹色最高。本当にね、虹色クワガタ専門店やろうかなと思うぐらい虹色大好きですね。はい、ということで今回の動画は虹色クワガタの掘り出し動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。オーブンね挟もうとしてる。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。